どうも本当のトリクサーアイプップです。シャレモツ、今回はシングルトークショータイムのお時間が参りました。本日はね、ひな祭りです。でね、私ね、さっきね、今日は定時で帰ってきてまして、定時が6時40分でした。で、さっき熱測ったらさあ、見えるかな、違う、もう一回そう、37度5度ぐらいあってね、ちょっと高いから今日はこれ撮って編集したらもうご飯食べて寝たいなって思います。でね、昨夜ね、コインランドリー行ったんですよ。で、ね、自分洗濯入れて30分間編集作業、昨日あげたやつ載せた、編集してたんですけど、そしたらね、コインランドリーとかに、なんかちょっとね、出会いがあったりするんじゃないかっていう、なんか、私、ドラマが好きなんでね、ロマンチックなね、展開をちょっとね、夢見てたりするんですけど、昨日30分いたんですが、もう私含めて、男の人7人、まさにね、刑事7人みたいなね、ような状況でした。でね、なんだっけ。そんなことは、置いといて、今日はひな祭りだなってことでね、なんか、こういうものをね、買っちゃいました。ね。では、ちょっと食べていきたいなと思います。これどうやって食べるのかよくわかんなくて、スプーンとか、あれ買ってじゃん。食べれねえし。うわ、ダメだ。どうやっていくんだろう。これ箸とかなのかな。スプーンじゃ、いけねえ。ちょっとなんか、ね、行儀悪くなっちゃうんで、ちょっと、食べるのやめます。食べたかったな。これね、なんか、今朝の、なんか、NHK のお天気お姉さん、なんか山上さんっていう人いるんですけど、なんかその人めちゃくちゃ面白くて、なんだっけ、なんか忘れたんですけど、これとこれとこれで、この上に青いのをつけて、今日は青空ですみたいな。ね、あの人はマジで面白い人だなって。もういつもね、毎朝ね、楽しみにしております。でね、ひな祭りなんですけど、私ね、女の子で生まれたかったなって思うことがね、多々ありまして、なぜかっていうと、なんか出生率、生まれてくる割合なんですけど、なんか女性より男性の方が多いんですよ。これね、ダーインが来たをね、見てもらえばわかると思うんですけど、だいたいいつも争ってるのはオスとオスでね、強いね、遺伝子だけが生き残るっていうようなね、世界でありまして、もちろん人間もね、猿だからね、やっぱ男性の方がやっぱ多いと。でね、やっぱ多いっていうことは余るんですよ。でね、20代の彼氏いない歴と彼女いない歴の人ってどれぐらいの割合かっていうと、男性の方が圧倒的に多くて、女性は圧倒的に少ないらしいんですよ。でね、私もなんとそのうちの一人に入っちゃってまして、もうえーんって感じなんですけど、ね、女性で生まれたらね、私27なんですが、もうこの年だったら2、3人ぐらいもう彼氏いるんじゃねえのって思うんですけど、男性でね、余っちゃうしね、なおかつ職場にも出会いねえんでね、本当に、名古屋はね、すげえ飲みに行くんですけどね、私なんか可愛いキャラみたいになっちゃって、ね、恋愛対象として見てもらえんと。だから出会いはありません。でね、なんか女性いいなって思うところ、女の子はいいなって思うところは、髪型のね、バリエーションがいいですよね。が多いところ。ポニーテールとか、ツインテールとか、ショートとか、なんだっけ、ミディアムとか、ロングとか、もう、言ってしまえば、キリがないですよね。男性って、さ、何があるのって言ったら、坊主と普通の髪ぐらいじゃないですか。もう2パターンしかないですよね、ぶっちゃけた話。そういうの嫌だなっていうのと、あと女性ってスカートとズボン2種類ありますよね。でも男性1種類しかないでしょ。なんかおしゃれの幅もね、広いからね、すごい羨ましいなって思う。私が一番羨ましいのはさっき言った通り、
女性の方が比率が少ないから、やっぱそういう恋愛が有利ですよね。男性余るしね。でね、でもな、女性の人ってすごい大変な思いしてると思うんですよ。やっぱ女性の人間関係ってすごい複雑らしいですね、本当に。なんか男性の人にはなんかそういう気持ちわからんだろうっていうような女性たくさんいると思います。あとね、なんだろう、やっぱ今日テレビでもやってたんですけど、社会でやっぱ男性と女性どっちが優遇されてるかって言ったら、男性の方がやっぱ優遇されてるんですよ。給料もね、たくさん入ったり、でも女性って、ね、男性と比べたら同じ額もらえるわけじゃない。あとね、なんか新聞とか見てると、なんか水商売やってる女性の人、結構苦しい思いしてる人がたくさんいると思うとね、なんかどっちがいいのかわからないですね。出会いの面ではね、女性の方が圧倒的有利ですけど、まあ社会に関してはやっぱ男性の方が有利だしね。やっぱ本当にうまくいってる人はね、やっぱ恋愛もできてね、社会のね、地位もできているような人なんですけど、なかなかね、このバランスがね、うまくいかんっていうようなご時世ですよね。いや、私ね、なんだろう、こういう話を考えてきたんですけどね、締めをどうしようかね、考え忘れちゃってね、いや、本当に申し訳ないです。ただね、私ね、子供の日よりね、ひな祭りが好きで、母親の実家なんですけど、まあ、母親とね、母親の妹がいるのでね、ひな人形とか並べたりするんですけど、こいのぼりってね、飽きるんですわ。なんか、フラフラしてて。でも、ひな人形ってなんか飽きねえなって思います。あ、そうだ。今日、これをやるんだった。テレビでね、幼稚園児がね、ひな祭りの歌歌っててね、私も歌いてえなーなんて思ったんでね、ちょっとそれ歌って締めたいと思います。明かりをつけましょう、ぼんぼりにお花をあげましょう、桃の花、おにんばやしの笛太鼓、今日は楽しいひな祭りということでね、私今日熱が37度5度あったんで、もう飯食って寝ますということで、今日はここまで。ご視聴いただきましてありがとうございました。代名詞はいつでもしゃれおった。ご視聴いただきましてありがとうございます。2回言っちまったよ。